シュタインフェルトは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のマインシュペッサルト軍に、属す、町村である。行政機関は、同盟の首優にある。この町は、ロールアムマイン行政共同体に加盟している。町域内には、ハウゼンとバルトツェルというオルツタイルが存在する。マインフランケン方言が話されている。この地域の人はしばしば、 スティフルド・アール・ルッセというニックネームで呼ばれる。シュタインフェルトは、ロール・アム・マインとカール・シュタットとの間の、フランケン・ヘイチのブーヒエン・バッハ川の水源地付近に位置している。ここは赤いブンター島とフランケンのムシェル・カルクとの移行部にあたる。長域の多くの部分が、現在も農業に利用されている。この他は、ビルツブルガー・シュペッサルトと呼ばれる。 森林内の重要な森林資源を管理している。就労者の多くは周辺のロールやカールスタッドあるいはビュルツブルグといった都市へ通勤している。この街は三つのオルツタイルからなる。ゲマルクングもハウゼン、シュタインフェルト、バルトゼェルである。シュタインフェルトの中心部、半円形の古い街の構造がわかる。コールプラッテの紛糾簿が示す通り、この街の長域では、 制度期時代にすでに定住がなされていた。シュタインフェルトは812年に最初の文献記録が残っている。この時代の文書にはスベルト・イム・ウォールド・シセンガブと表記されている。部族大公の時代、この集落はフランケン公領に属した。1200年頃シュタインフェルトに独自の教区が設けられた。ノイ・シュタット・アム・マイン修道院が 十分の一税徴税権を有した。教区教会は1336年頃にヌーベンシタット修道院に統合された。1614年に教区教会マリア秘常天教会が司教領主ユリウス・エヒターによって完成された。これを示す重要なヒントがちょうど南面の建築プレートと典型的なエヒター様式の塔である。長堂は1842年に拡張された。 シュタインフェルトは、ビルツブルグ市協領の一部として、1803年の帝国代表社会議主要決議により、レイ・コールベルトハイム伯領となった。両者は共に1500年からフランケン帝国クライスに属していた。1806年にバーデンのメディアとアムトとなり、1819年にオーストリアに割上され、さらにバイエルンに移譲された。 その際に1818 18年のバイエルンの自治体例に従って現在の自治体が形成された。この町には現在二つの地区ハウゼンとバルトツェルがある。ハウゼンは800年頃に初めて文献に記録された。ハウゼンには1192年からビーゼンフェルト教区の司教会があった。農民指導者カスパーライザーはハウゼン出身であった。彼は カールシュタットの二人の放棄した農民と共に、1525年6月に残守された。1817年、聖キリアクス教会が完成し、1879年に教会棟が増築された。バルトゼルも、おそらく旧世紀に、ノイシュタット修道院の文書として建設された。この集落は、歴史上聖、ゲルトラウトと関連がある。この地のゲルトラウデン礼拝堂は、 同盟の水源の上に建設された。現在のセーフ府ス教会の建設は、1612年のユリウス・エヒターの指示によるものであった。かつての修道院の一部は、現在も保存されている。1972年7月1日に、それまで独立した町村であった、ハウゼンが合併した。バルトゼルは1978年5月1日に、これに加わった。 1988年から2018年までの間に人口は2097人から2120人にまで23人、約1.1%増加した。ギュンター・コーザーが2014年5月1日から町長,長を務めている。彼は2020年3月15日の選挙で95.0%の支持票を集めて再選された。 この町の町議会は14議席からなる。図柄、緑地。黒地のアンシャル隊の大文字 N の上に黒い小さな十字架が描かれた小立があり、そこから銀色の後輩を背負った聖ゼバスティアンが現れている。その右手に下向きに斜め十字に組み合わされた2本の銀の矢を持っている。右上には赤字に3本の銀の三角図形が描かれた小立。左上には 近似に赤い斜め体が描かれた戸建て。この紋章は1982年から使用されている。この姉妹自治体関係は2年ごとの訪問により維持されており、その関係を通じてドイツ・フランス間の緊密な友好関係確立に貢献している。町の西部に広がる森公式統計によれば2018年時点でこの町の製造業者で働く。 社会保険支払い義務のある就労者は317人で、このうち製造業に従事する者が197人、商業、交通業に従事する者が76人であった。この町に住む社会保険支払い義務のある就労者は合計992人であった。さらに2016年時点で50件の農家があり、1901ヘクタールの農業用地があった。 そのうち1697ヘクタールが工作地、189ヘクタールが牧草地などの緑地であった。2018年12月31日現在、町には1259ヘクタールの森林があり、林業事業者が管理している。以下の教育機関がある。ありがとうございます。